このレース人気の中心は3番の菅原。その菅原が後方からまず動いてまいりました。青番集会から赤番集会に入ります。 近畿勢を抑えてまずは静岡勢が先頭に代わってすかさず6番の山崎が反応してこの上を叩きにいきますさあ6番2番関東が抑えてあとは後方になった近畿勢が飛び出してまいりましたさあ5番の丹波康介がじゃんでかましていくそして6番の山崎ですが山崎はここは行かせての4番とキープ3番の菅原6番手となりました人気を集めた静岡勢が後手に回る展開 切符よく風を切るのが5番の丹波康介2番手、1番の金子で3番手が4番の奥で中段に入って6番の山崎で一方、3番の菅原依然として6番手さあ、2コーナース移こ,こで静岡勢まくってまいりましたさあ、菅原のまくりが現在4番手まで上がってきています飛ばす5番の丹波康介2番手、1番の金子弘樹さあ、金子が横に振っていく4コーナー回ってきた先頭は5番の丹波番手から最後は1番、金子がとらえたか